くだらない。こんなとこで何してるんだよ。おい。別に野暮用を済ませた帰りだけど。なんだよ突然。なんでそんな泣きそうな顔してるわけ？で、一人でどうしようもなくて混乱してたのか。
もう大丈夫だから安心しろ。いつまでそうしてるつもり？のんびりしてる時間ないからどいて。氷床か。気温変化ですぐ枯れるから取り扱いが難しい花だけど、花弁を煎じて飲むと特殊な病に効く特性がある。魔法による効果も解けやすい。体温が低下して目覚めない眠りにつく病とかね。とりあえず魔法で凍らせてるけど、お湯で普通に溶けるから。鍵のことでベーゼルに借り作ったから。あいつはフィネを守りたいんだろ。家族だから。やるならさっさとしなよ。言っとくけど、味を整えるために一工夫とか余計なことは考えるなよ。お前に余計なことをさせると食えたものじゃなくなるのは俺がよく知ってる。いいか、煎じるだけ。他のものは一切混ぜなくていい。何か文句あるの？間違ったことは言ってないだろう。